ブレット・ウィリアム・アイブナーは、アメリカ合衆国テキサス州、ザ・ウッドランズ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のマイアミ・マーリンズ参加所属。メディアによっては、エイブナーとも表記される。ザ・ウッドランズ高等学校時代は、ポール・ゴールド・シュミットやカイルド・レイベックと、チームメイトだった。2007年の MLB ドラフト4巡目で、ヒューストン・アストロズから指名されたが、 契約せずに、アーカンソー大学へ進学した。2010年の MLB ドラフト2巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。2011年に、参加の A 級、ケーンカウンティクーガーズで、プロデビュー。76試合に出場して打率、213、12本類打31打点、に盗塁を記録した。2012年は、 a 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、110試合に出場して打率、196、15本塁打、53打点、5盗塁を記録した。2013年は、a 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、114試合に出場して打率、243、19本塁打、41打点、7盗塁を記録した。2014年は、 a 級ウィルミントンとトリプル a 級オマハ、ストームチェイサーズでプレーし、2球団合計で87試合に出場して打率、241、8本塁打、30打点、8盗塁を記録した。2015年はトリプル a 級オマハでプレーし、103試合に出場して打率、303、19本塁打、81打点、10盗塁を記録した。 オフの11月には、第1回、WBSC プレミア12に、アメリカ合衆国代表で出場。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。カンザスシテロイヤルズ時代2016年は、開幕をトリプル A 級オマハで迎え、5月26日にメジャー初昇格を果たした。5月27日のシカゴホワイトソックス戦にて、 8番、指名打者で、先発出場して、メジャーデビュー。この年ロイヤルズでは26試合に出場して打率、231、3本塁打、10打点を記録した。オークランドアスレチックス時代2016年7月30日に、ビリー・バーンズとのトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。アスレチックスでは44試合に出場して打率16、165、 三本塁打、十二打点、移籍前を含めた二球団合計では70試合に出場して打率19。193、六本塁打、二十二打点を記録した。オークランドアスレチックス時代2017年1月20日にリーフとなった。2017年1月25日にジョーダン・タルソビッチとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。9月1日にディフとなり。 翌2日に自由契約となった。2017年12月21日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2018年はメジャー出場はなかった。参加のマイナーでは投手として3球団合計で11試合に登板した。2019年もレンジャーズとマイナー契約を結ぶが3月19日に自由契約となった。 2019年6月7日に独立リーグであるアメリカンアソシエーションのテキサスエアホックスと契約した8月30日にトレードでアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズへ移籍した2020年8月2日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ8月18日にメジャー契約を結び投手としてアクティブロースター入りした8月29日に リーフとなり、9月3日にマイナー契約となった。9月21日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月23日に再びリーフとなり、25日にマイナー契約となった。ありがとうございます。